最悪のウイルスが起こすパンデミック。それによって生まれる最強のゾンビの軍団。なすすべなく誘拐される子供たち。立ち上がる人類最後の連合軍。前回までのあらすじ。知能が高く、触れた人を仲間に変え、捕まえた人々を拷問の末殺し、ケーキに変えるバックルーム史上最悪のエンティテパーティーゴアー。我々人類はパーティーゴアーという脅威に立ち向かうべく、バックルームの放浪者最大組織 MEG の精鋭部隊ワイルドウォリアーズを編成し、パーティープーパーという善良なエンティテと協力してパーティーゴアーと戦ってきましたが、パーティーゴアーの大パーティーキングの誕生により、人類を守る精鋭部隊ワイルドウォリアーズ、パーティープーパーは共にほぼ壊滅状態に。その結果、パーティーゴアーの脅威から守る盾を失った我々、バックルームの放浪者はなすすべなく、パーティーゴアーの殺戮ショーに巻き込まれることとなりました。MEG はこれに対して、パーティーゴアーのみを重点的に研究する特殊部隊パーティーオーバーを結成し、ワイルドウォリアーズ、パーティープーパーなどに守られなくても、放浪者一人一人がパーティーゴアーと戦える対策情報が載ったウィキを作成、一般公開し、パーティーゴアーが与える人類への被害を最小限に抑えることに成功しました。しかし、この被害を抑える対策はあくまでもその場しのぎに過ぎず、パーティーゴアーを倒さなければ意味がありませんでした。パーティープーパーやワイルドウォリアーズがいないため、討伐されるリスクのないパーティーゴアーは様々なレベルで好き放題に暴れます。その結果、パーティーゴアーから生まれた人々をゾンビに変えるウイルス、サングウィン・フェスティブスはバックルームで大流行することになります。ということで今回は、人々をゾンビに変えるウイルス、サングウィン・フェスティブス大流行によって起きたバックルームの大事件とそれに対抗すべく、MEG が実行した大規模作戦、プロジェクトファンエンドまでの一連の流れをご紹介していきたいと思います。1. サングウィン・フェスティブスの大流行。サングウィン・フェスティブス通称 SFV はバックルームの多数のレベルに存在しているウイルスです。今回の大流行で感染してしまった放浪者の数は少なくとも数万、数十万だと言われています。このウイルスに感染した放浪者は喜びと快感を覚えます。この時の感染者は他の放浪者に対して積極的に暴力を振るうようになり、その接触を介して SFV に感染させようと行動しますので、もし似たような行動をしている感染者がいたらすぐに離れるか見捨てるかしましょう。この状態の感染者は常に狂気的な笑いを発するようになり、体から腐敗臭を漂わせているので、それらをサインに感染しているかどうかを見極め、自分の身を守ってください。ただ、厄介なことに感染者も他の放浪者を惑わせるためにわざと弱ったふりをしたり物資を餌に誘惑したりしてきますので、その誘惑に惑わされないように気をつけましょう。SFV は基本的に負傷や汚染されてしまった食料を食べるなどの行為によって感染者の体に広がり、感染してから8から12時間以内に筋肉の痙攣や立ちくらみ、体全体が痛むという初期症状が現れます。24時間もすると感染者は体の痛みとこわばりを感じるようになり、皮膚も変色し始め、手のひらから骨が突き出し出血します。この時点で抗生物質を投与するなどの治療が受けられればまだ助かる可能性はあるのですが、治療もせず2から3日もすると後戻りできなくなってしまいます。心臓部分の皮膚が赤黒い色に変色するほか、ウイルスが脳にまで到達するとアドレナリンを大量に分泌するようになり、感染者は快楽に飲まれたまま他者を攻撃するようになります。この時、手のひらから突き出た骨が他者を傷つけ、そこから SFV が感染し、新しい感染者が誕生するのです。このウイルスの大流行に対して、SFV 駆除のプロフェッショナル、パーティークラッシャーが立ち上がります。パーティークラッシャーは、パーティープーパーの意思を受け継ぎ、SFV を駆除する青いガスマスクとパーカーを身につけた放浪者たちの集団です。彼らの登場により、SFV は瞬く間にバックルームの様々なレベルで駆除され、消えていきました。
生き延びた SFV は、パーティークラッシャーが迂闊に入れない、パーティーゴアーの本拠地レベルファンに避難することにします。パーティークラッシャーに敗れ、レベルファンをさまよう SFV は偶然、パーティーゴアーの進化個体パーティークリエイターと遭遇します。パーティークリエイターは SFV を自らの本拠地レベルファンプラスへと案内します。そして、SFV はレベルファンプラスで奇跡を起こすのでした。2レベルファンプラスの奇跡。SFV の身に起きた奇跡をご紹介する前にまずは以前よりも詳しくなった新たなレベルファンプラスの域をご紹介していきたいと思います。レベルファンプラス。レベルファンプラスは、陽気な音楽が流れるサバイバル難易度クラスパーティの無限に続くパーティルームです。サバイバル難易度クラスパーティは、レベルファン系統のレベルに付けられているクラスです。安全な場所がないのに加え、人間が住むのには適しておらず、レベル全体が放浪者に対して完全に敵対的であるという特徴があります。部屋と部屋はドアや廊下で繋がっていて、その部屋の色や装飾や雰囲気は各部屋ごとに違っており、誕生日を祝うような楽しげな雰囲気がある部屋とそうでない部屋があります。装飾が施されている部屋には色とりどりの風船とダイニングテーブル、椅子が設置してあります。この楽しげな雰囲気と周りの装飾、流れている音楽からこのレベルを安全なレベルだと思う放浪者も多いでしょうが、それはレベルファンプラスの罠なので注意が必要です。この快適さと安全だと思わせるような内装にすることで放浪者を油断させ、脅威が迫った時の判断を鈍らせて餌食とするのです。そしてこのレベルの部屋に置いてあるお菓子には非常に高い中毒性があります。麻薬のような効果があり、これを食べた放浪者はその味に強い幸福感を覚え、このお菓子の味に依存するようになります。その執着は異常なもので、お菓子を食べてしまったが最後、同じようにレベル内をさまよっている放浪者にお菓子を取られまいと非常に攻撃的になります。このレベルの主な演技ではパーティークリエイターです。パーティークリエイターはパーティーゴアーの進化個体で、三角型のパーティーハットをこうむっており、体が紫色の演技です。このパーティーハットはパーティクリエイターにとって臓器のような役割を果たしているようです。パーティークリエイターはレベルファン系統のレベルに存在するどのエンティティ、そしてどんな放浪者よりも知能に優れたエンティティです。その知能を使って放浪者を罠にはめて精神的に絶望させた後に殺したりと、精神面から放浪者に対して攻撃を仕掛けてきます。もちろんそんなことをしなくても、テレキネシスやテレポーテーションなどの能力を使えば、一瞬で放浪者を殺せるのですが、わざわざ回りくどい方法で殺している、当たり放浪者を殺すという行為を娯楽のように感じているのかもしれません。基本的にレベルファンプラスに出現するエンティティですが、近年では放浪者をレベルファンに連れ去るために、他のレベルに出現することも増えています。もし遭遇してしまった時には、弱点であるパーティーハットを破壊して難を逃れましょう。このレベルからの脱出方法は存在しません。過去にこのレベルにたどり着いた放浪者は壁抜け、バグを駆使してレベルファンから脱出しようとしましたが、何回やってもレベル内の別の部屋にたどり着くため無駄に終わりました。このような新たな環境レベルファンプラスに接触した SFV は奇跡の化学反応を起こし、より凶悪なウイルスへと進化を遂げます。進化した個体の名前はスペリオールサングインフェスティブスウイルス。スペリオールサングインフェスティブスウイルス、通称 SSFV は SFV ウイルスの進化個体です。SSFV はレベルファンプラス全体に蔓延しており、それゆえにどこにいても感染してしまうので、このレベルに安全地帯はありません。このウイルスに感染すると、SSFV に対しての信仰心を植え付け、感染している自分は救われているという洗脳状態に陥り、感染者は骨と肉が溶けていき、苦しみながら死ぬことになります。ただ子供が感染した場合は、パーティークリエイターのゾンビに変異します。パーティークリエイターのゾンビは SFV が生み出すパーティーゴアーのゾンビの10倍の力を持っています。
そして、SSFV は自分たちのウイルスによって生み出されたパーティークリエイターのゾンビたちを二人の指揮官が統率する悪の軍勢パーティークリエイターエンタテインメントクルーを作ります。パーティークリエイターエンタテインメントクルーとは、パーティークリエイターのメンバーとレベルファンプラス内で SSFV によって生み出されたパーティークリエイターのゾンビで構成された軍団です。彼らの目的は自分たちが誘拐した子供ウイルスを使って変異させ、最強のゾンビ軍団を作り、SSFV をバックルームで大流行させることです。このグループはエマ・ラザフォード、通称マザーによって導かれております。マザーがリーダーに選ばれた理由は組織の統率と子供の扱いがうまいためです。マザーはグループの誰よりも善良な子供たちを騙し、誘拐し、その凶悪さがグループ全体で盲目的に進行されています。このグループはレベルファンプラスの深部にある装飾の施されていない部屋を住処としています。この部屋はマザーが最も信頼しているメンバーによって厳重に守られており、マザーたちが誘拐した子供たちがメンバーの一員となるまでの変異が行われる場所でもあります。レベルファンプラス内では、パーティークリエイターエンタテインメントクルーのメンバーは放浪者にとって最大の脅威になります。彼らは現実を変えるという特殊な能力を持っており、レベル内で彷徨っている放浪者を他のメンバーのいる場所にテレポートさせ、彼らの食べ物に変えることができてしまうのです。この行動はレベルファンプラスに止まらず、SFV から生み出された古参のゾンビカイウスタガータと呼ばれるもう一人のリーダーによってバックルームのレベル全体で行われました。このようにパーティークラッシャーに敗れ、レベルファンに逃げ延びた SFV は、レベルファンプラスで SSFV へと奇跡の進化を遂げ、パーティークリエイターエンタテインメントクルーという凶悪な部下とともに MEG の基地から大量の子供を誘拐する事件を引き起こします。すぐさま MEG のエージェントがこの事件の犯人を特定するために迅速に調査をした結果、誘拐の実行犯の一人を逮捕することに成功します。そして、その個人を尋問した結果、誘拐犯の正体がレベルファンプラスからやってきたパーティークリエイターエンタテインメントクルーであり、奴らの目的が誘拐した子供たちをパーティークリエイターのゾンビに変えることであることが判明します。MEG はすぐに誘拐された子供を救出するための特殊部隊を編成し、レベルファンプラスに乗り込みますが、SFV より強い感染力を持つ SSAFV は MEG の防護服を貫き、先行部隊はパーティークリエイターエンタテインメントクルーと戦う前にレベルファンプラスに入った時点で全員が SSFV に感染し、死亡します。SSFV に対抗しうる防護服を開発したいところですが、誘拐された子供がパーティークリエイターのゾンビに変異するまでの時間は限られています。そこで MEG は迅速に SSFV に耐えうる防護服を手に入れ、子供たちを救出するプロジェクトファンエンドという作戦を実行することにします。サンプロジェクトファンエンド。MEG は SSFV に頼る防護服は長年奴らを相手にしてきたプロフェッショナルであるパーティークラッシャーに頼るしかないと考え、パーティークラッシャーに同盟の話を持ちかけます。パーティークラッシャーはこの同盟を快諾します。パーティークラッシャーが同盟を受けた理由は共通の敵 SSAFV がいることと組織の行動理念であるパーティープーパーの善良な精神と MEG の放浪者を救う活動が一致していたためとのことです。パーティークラッシャーは MEG の SSAFV の強い感染力にも耐えうる特殊なダークブルーのガスマスクを提供し、二つの組織は SSFV 駆除連合となり、誘拐されてしまった無数の子供たちを救うための作戦、プロジェクトファンエンドを決行しました。この作戦には150人以上のパーティクラッシャーと145人の MEG メンバーが動員されましたが、この作戦は今までに前例のない大虐殺が起こった作戦となりました。救われた子供は一握り、連合軍の生存者も20人ほどでした。連合軍、パーティークリエイターエンタテインメントクルーともに壊滅状態となりました。
大量の命の代わりに少数の命が救われるというのは、なんとも理不尽な気もしますが、それでもパーティゴア陣営に連敗続きだった我々人類が同盟という手段でついに勝利を得たのです。たかが一生に過ぎないと思う方もいるかもしれませんが、これは大きな一歩です。バックルーム各地にはパーティゴアに敗北後、約束の地で傷を癒すパーティープーパー、心を改心し善良な心を持ったパーティゴアであるパーティヘルパー、パーティゴアに復讐を誓う凶暴なパーティープーパーの集団パーティデストロイヤーなど、様々な同盟を結べそうな存在がいます。彼ら全員で力を合わせれば、すべての悪の元凶パーティーキングを討伐できる日も近いかもしれません。皆さんは次に MEG とパーティークラッシャーの連合軍に加入する組織はどこだと思いますか？ぜひコメントください。